全然攻撃が入んないもん。いけ、でも無理や、これおかしいだろう。こんにちは、ジム何色ですか？いや、青なんですけど。青なんだ、僕赤なんですよ。 赤なんですか。あ、ちょうど今落としちゃった。そう、負けたんす。負けちゃった、はい、強くない ?1770CP そうなんですよ。たら、なぜかそこも持ち歩いてるんですか？これ今僕配信してる。配信？あ、ネットで。ネットで今、ね、今ちょうど今何話もほら映ってる、ほら来てる、ほらこれ見てる、ほら、まあ、みんな見てる、これ。なるほど、早速波に乗ってんの。そう、波に乗ってる。欲しいって問題、エスパータイプなんですけど、エスパータイプ全然いない、全然いないよね、エスパータイプ。エスパー、実は自分、心理学得意なんですよ。あ、そうなんですか。ダイゴさん知ってますね。ダイゴさん、うん、あれの憧れてて、バリアード。バリアード欲しいですけど、卵じゃんごで今、情報がないんで。占いとかやってるってこと？占い師なの？占い師って言えば心理的な。カウンセラー的な。あ、それもちょっとありますよ。あ、そうなんだ。こっちの方が得意なんですけど、パフォーマンスも軽くならできる。ちなみに、上手くなればこれぐらい。うわ、すごい、ちょっと配信にちょっと、これ、ここに、ちょっと待ってね、今ね、画面、これ映せる、これ。ここのカメラ、フロントカメラ。光っちゃってますよ。大丈夫。よし。これすごいよ、これ今。これスプーンがね、ぐにゃっと曲がってんの、これ。ちょっと、画面が明るすぎる、ちょっと画面の明るさ下げてもらえばもっとよく映ると思う。そう、それで多分よく打つ、ね、これすごくね、これくの字に、これ本当に力じゃなくて、力じゃないです。それもうエスパーじゃん、バリアードやん、リアル。ユンゲラすげえやん、ユンゲラやん。あ、せっかくなんでお答えしますけど、これは本当に超能力ではございません。どうしたの？いや、科学でできます。あ、そうなんだ。え、どうすんの？一つもうヒントを与えるとしか、大子さん本人も言ってますけど、うん、結構でできます。あ、そうなんだ。これじゃあ、今、配信見てない、見てる人のためにさ、ちょっと教えてあげてよ。ちょっとじゃあ時間もらってもいいですか？時間？え、何分ぐらいいますか？僕ずっと、多分、ずっと9時半ぐらいまでいる。あ、じゃあ、ちょっといいですか、うん、スプーン買ってくる。スプーン買ってくる。せっかくなんで。じゃあ一緒に行こうじゃん。いいっすよ。いいっすよ、一緒に行こうじゃん。ポケモン GO でダイエットやってる。あ、ポケモン、そうだよね。やっぱり今まで引きこもりだった人がさ。そうなんですか。いや、大丈夫。ごめんなさい。ポケモンも動くじゃないですか。痩せるんですよ、すごい。そうだね。結構、痩せるよね。どうもー。ポケモン GO、うん、せっかくなんで、ポケモン GO を使ったメンタリズムとか。あー、一つだけこれ、いいのかわかんないですけど、うん、ポケモン GO を使って軽い出会い系狙ってるんで。あ、出会い系、アメリカに実際出てるんで。おうん。だから、ポケス。出会いね。ポケ、オフ会開くわ、オフ会。あ、オフ会、まだまだ。まだ、そんなレベルじゃない。ポケモンのストップ。うん。ポケストップ。そう。で、いろいろあるじゃないですか。で、今、こう喋ってるように。うんうん。ちょっと軽い出会いを狙って、うん、女性がいたら、うん、落とす、メンタリズム。メンタリズムで落とす。だポケモンじゃなくて女性もゲットする。ああ、いいね。それはね、すごいね。恋に発展する？そうです。恋に発展して、ポケモン好き同士であれば、うん、ポケモンの会話で弾んで、仲良くなる。なるほど、なるほど。ちなみに今、映ってるかどうかわかんないですけど、うん、先ほど喋ってて、さっき違い分かります？分かんない。名前何でしたっけ？僕、ショボスケって言います。ショボスケ、はい、ショボさんって言ってください。ショボさん。はい。ショボさんと、僕、日本語って言うんですけど、日本語さん？はい。さっきまでの話してきた距離、どれぐらいですか、うん、分かりますか？結構ちょっと遠かったよね。さっきこれぐらいだったんですよ。今、これぐらいまで行っても全然気にしてないじゃないですか。うん、僕、もともと気にしない人だから。僕、もともと気にしない。あ、多分それもそうかもしれないけど、でも、もし、嫌いな人が近づいたらどうしますか？なんかやだね。そう、うん、縄張りじゃないですけど、あ、縄張りみたいなものなんですけど、うん、近くにいて嫌だと苦手、うん、離れていたら、うん、間違えました。近くにいたら全然 OK、 嫌いだから、うん、もう離れたいぐらい嫌なんですけど、うん、そういった心理学も使っていけば、もしそうポケモンのソースみたいなところで話し合って仲良くなってるかどうか確認したければ、うん、これを使えばもう一発。そう、一発でもう彼女もでゲット。素晴らしいね、それね。
渡っちゃおうか。まあ、彼女じゃなくても、まあ、人間関係的に良くなったりするのもいいと思うんで、うんうんうん、あの今なんか事故とかいろいろあるじゃないですか。あるね。だから間違った使い方しなければ全然このゲームはいけますよ。メンタリズムでポケモンも女の子も友達もゲット。そういうこと か, だから日本木さんはさ、それでじゃあ今まで女の子落としたことがあるの？ないの？ない。でもこれからもっと勉強して、そういうこと、ゆくゆくはゲットしていきたいなっていう。そういう、来たらまあ、コクラレは知ったことあるけど、ちょっと怖かったんだよね、向こうが。あー、追いかけられた。ホモではない。そうです。男、ちゃんと女だった。女です。あー、ただ食われそうになった。あー、なるほど、なるほど。ルージュラだね。はい、ルージュラ。あの動画なんで、うん、あの、あまり多くはかかりません。本当に毒なんで、これは。あ、そうなんだ。恋愛席行った相談やってって言ったじゃないですか。そうそうそう、うん、軽くネットとかで去年までは多くの方やったんですけど、うん、実際今自分今よく言いますけど調理師専門学校の生徒なんですよ。あ、そうなん、心理学の学校じゃなくて調理師専門学校の生徒なんだ。そうなん、調理師はようやく言いますけど、うん、将来は調理でお店を開きながらカウンセリング付きのお店を目指して。あ、でもエスパーになりたいんでしょ。エスパーじゃなくてレンタリスプラス料理。ちょっとなんか違ってますけど、要はカウンセリング付きのレストラン、なんかカウンセリングレストランっていうのは今でもあるんで。あ、そうなんだ。そういう系で。ちなみにどういう料理が一番得意なの？イタリアンです。イタリアン。じゃあやっぱりじゃあ紳士のスーツを着てネクタイ締めて。まあそのぐらいですかね。蝶ネクタイでもいいですよ。蝶ネクタイでもいいね。あの声かけて。うん。そこでコナンですかって言わないですか？コナンかよっつってね。言わんで言ってきそう。でもあの、じゃあちょっと、いや、あの、山田電機がそろそろ近い。で、これまだやってるの、100円ショップは。そうですね、今何時ですか？ 8 時、あ、ちょっとでも時間ちょっと迫ってるんで、ちょっと一緒にましょうか、うん。じゃあ僕ちょっとさ、これ中入ったら電波が切れちゃうかもしれないから、待ってていい？ここで。あ、いいですよ。あの、ここ結構ね、あの、電波が弱いから。あ、じゃあそこら辺に椅子あるんで。じゃあ、じゃあその椅子で待ってる。うん、わかった。じゃあ実況を続けてください。そうですね、ポケモン集めながら、はい、待ってるね。はい。ごめんね、ありがとうね、わざわざ。話する人が欲しかったんで。あ、そうなんだ。うん。会話する相手がいないと、せっかくのポケモン GO の意味がないんで。そうだね、やっぱりね、友達作れるってのがポケモン GO の良さだからね。そうです、それが一つある、うん。そうね、じゃあちょっとどこだ、椅子っていうのは。そうです。あ、そこね。分かった分かった、じゃあ待ってる。あ、ありがとう。誰といんの、知らない人。知らない人と友達になったんだけど、どうしたらいい？逃げるべき？いや、でも名前言っちゃったからな、配信者は僕普通にしょぼすけって言っちゃったな。横山みどりってよかった。俺マジで失敗した。横山みどりってよかった。いや、どうしよう。戻る、戻る。戻る、戻った方がいいか。いや、でもな、これさ、だってさ、もしは戻れないよ、あそこ。逃げるな。戻れない、大丈夫。じゃあ俺ちょっと、じゃあ端っこに分かれた方がいい。でも今帰って、俺のためにスプーン俺のためにスプーン曲げのスプーン買ってるんだよ、あの人。あ、どうも、早い早い。すいません、これあの100円ショップもう閉まってました。あ、閉まっちゃったんだ。だ、上の方にあるって聞いて。あ、そうなん。じゃあキャンドゥ行こっか。じゃあね、キャンドゥ行こう。ちなみにこの短時間で今どういう話？いや、なんかすごいなって、メンタリズムってっていう話してた。と、皆さんもちょっと今後もし興味ない方もいると思うんで、この際言いますけど、うんうんうん、ちょっと周りと自分との心理でちょっと向き合うような努力をしてくれると助かります。なぜか言うと、うん、日本で自殺する、いわゆるうつ病のランキング、うんうん、世界で何位だと思いますか、しょぼさん。1位。あ、1位ではないです。8位です。8位。いや、結構低くない？いやいや、8位ですよ。いや、全世界ですよ。うんうんうん、8位、8位なんだ。でも世界各国全部ですよ。うんうん、まあさ、まあ、そうだね。そしたら多いじゃないですか。多いね。まあ、死っていうのは親戚物なんで分かりづらいですけど、うんうんうん、あの、ちょっと調べて分かったのが、うん、うつ病になってる状況だけやっぱ死にたいっていうのはやっぱメインですけど、うんうんうん、吐き気とか食事とか睡眠障害にもなる。あっちかな、キャンドゥあるね。あ、買うの1個でいいからね。俺やんないから、うん。あ、金、そういえばでも、
持ってきてないの？ LINE 交換します？じゃあいいよ。じゃあ、LINE はいいわ。だって僕調べたら出てくるから。大丈夫。視聴者の皆さんすいません。スプーン買えません。そっか。残念だけど、じゃあしょうがないね。はい。僕も今お金持ってきてないからさ。あ、そうですか。ごめんなさい。うん、じゃあせっかくなんで、でも、うんうん、写真だけ、送っていいですか？あ、いいよ、いいよ。じゃあ写真。写すだけ。ちょっと今、画像の方をチク出しますね。うんうんうん。僕の写真撮るの？どう、僕の写真撮るってこと？どういうこと？あ、スプーンの写真。あ、スプーンじゃん。スプーンの写真を撮るね。そうね。そうね。さっきもちょっと光っててやったら見えないと思う。そうね。じゃあスプーンの写真、じゃあ僕がね。そうだね。じゃあ写真、そうだね。スプーン曲げすごいからね。じゃあ僕ちょっとじゃあポケモン一回落とすから、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今ポケモン今。まじでポケモンどころじゃなくなるような。いいよいいよ、全然。いい人だもん。はい、じゃあこのスプーンの写真ね。はい、撮った。で、せっかくなんで載せていただいても楽しいんで。うん、今ね、配信に映してるよ。わぁ、すごい。みんなすごいね、これね。みんな見てる、これ。すごい、すごいって言ってる。スプーンの写真、これ。わかるよ、ARR。ああ。はい、どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやポケモン GO やってると思ったらいつまでかメンタルの勉強できてると思わなかったな。今どうですか？今は、あ、僕今ね、フリーターだね。あ、そうそう。20だと。そう、そう、28。結構若く見えるでしょ。はい。いや、僕らと同じぐらいだと思いますよ。あ、そう、大きさなんですか？ 18。あ、18? あ、な、18? あ、前。あ、すいません、ありがとうございます。今、それと比べて今どう感じますか？なんかこう、今、胸から何かがスッと落ちたような気持ちだね、今。本当に、一緒に入れて。じゃあ、今問題ないとは思うんですけど。うんうんうん。ちなみに、どうしていきたいってあります？その心理的に変えたいって。いや、なんか本当、自信が持ちたいよね。あ、なるほど。自分自信を持ちたいね。欲望心で多分自信とかもつくと思うんですけど、うんうんうん、なんか欲しいっていうかお金じゃないですけど、なんかこういうの手に入れたいとかなんかありますか？お金じゃなくて人気になりたいとかも今ありますけど。そうだね。なんだろう。なんだろう。まあラブが欲しいよね。LOVE を欲しい。恋とか。なんかそのラブを集めたいんだよ。なるほど。ただそうなるというと。たぶん、ちょっと一つ質問ですか？名前書くとき、字 の、うんうんうん、質の厚さはどれぐらいですか？結構濃い方、結構濃い方だね。あ、なら、それでいいと思います。お欲望心が出る。うんうんうん。薄い人は全然欲望心も何もない、漢字の薄い方ですよ。そうなんだ。で、さらに、うんうん、字は下に行っちゃってません？上に行きます？どっち？結構、こうぐっとこうまっすぐ行くね。ぶれない。ああ、じゃあ左に行こうなんですけど、できるだけ上に書いた方がいい。上に上げていくわよ。右上がりに書いていくわよ、文章。あ、なるほどね。そうするっていうかというと、うん、上上がりの時は気分がいい証拠で、テンションが上がっていく。なるほどね。まあ、文字にも気分が出るのね。そう。字に無意識に書いてるか分かんないですけど、思うんですけど、人間は大抵無意識に生きてるじゃないですか。例えばこうやって歩いてて、うんポケモン何匹捕まえたか覚えてます？全然覚えてないね。無意識に全部消されちゃうんですよ。人間の何パーセントか忘れたんですけど、80か90ぐらいもう無意識に世界に生きてるので、うん、例えば何回食べ物に噛んだとか、そういったことも全く忘れちゃうのはそれなんですよ。うん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 、だから無意識に強くなるような心を持って成長していけば誰でも大きくなるんですよ。うんうん、あ、ポニータリーとちょっと行ってくるわ。ここじゃないのポニト。ポニト。あー違う、これ。あ、ポッポだった。ごめん。ポッポだったわ。あ、じゃあこれ、あ、ポッポに見えたんだけど。あ、ポニタ見えたんだけどな。この奥にいた。ちょっと待って、こっちか。あー違うわ。違かった。残念。いやー。
ちょっとポケストップ回ろうかな。ポケストップ回りたい。郵便局。ああ。いいかも。くそー、ポニータ欲しかったな。あ、僕一匹回ります。あ、そうなんだ。あ、危ない危ない。夕方来てみました。あ、今日の夕方。いつからやってんの？レベルいくつ？今13です。あ、結構やってるね。あ、ごめんなさい、14です。あ、14。今日あげます。今日あげたんだ。ちょっと、メンタイズも一回やめよう。あ、メンタイズ、疲れちゃった。多分ちょっと、ごめんなさい、多分飽きたんじゃない？いやいや、僕今もちょっとメンタルの勉強し、言い方したいなと思ってるよ。そんなことないですよ。大船の夜っていつも来るの？たまに。たまになんだ。なんかソースがなかったんで、行けるような。はい、全然ないんですもん、ポケット。確かにないよね。神社の、あの向こうの方に神社があるんですよ。うんうん、そっちだよ、うんうん。左に曲がってから、うっせぇな。間のこの風みたいなのあんの？知らねぇよ。あ、そう、両髪の方にマックがあります。あー、マック行きますよ。両角の方のマック。あ、あんた、前。前これ、あ、今。いや、ポケストップ今、そこが取った。よっしゃ、かまぼけした。じゃあ、ここの奥にあるのね、ポケストップ。またこれ。あるよね。あるよね、もう一個。めっちゃいる。いる？ 4 匹いますね。ほんと？でも歩きながらたまに歩きすぎない。そうだね。じゃあ、歩きスマホダメだよ。そうですね。うん、歩きスマホはダメだよ。まあ、一応こう。うんうん。一応、周りの気配察知して、行きました。自分でも、うん、注意深く見てると思いますけど、結構ミスるんだ。あ、危ないですから、本当に。危ないですね。この前に柱にぶつかったりしましたから。いやー、それダメで、危ないよ。ほら、あの、香川県の右上。うどんの上だよ。遠いな。赤信号の時に、あ、ポケモンいるって言って、赤信号の時に、あ、ポケモンいるって言って、逃げてきた。なんか、またメンタルの話始めて、またメンタルの話始めて、やばいなと思って、大丈夫かな？ちょっと黙るわ。これポケモン GO の配信じゃなくね？これポケモン GO の配信なの？
あ、大丈夫。あの、I will I from I escaped。きつ。ポケモン GO ってこんなゲームだったのか。大丈夫かな。少し離れた方がいい。ちょっと離れるか。これってポケモン GO カテゴリーでいいの？デッドバイデイライトに変えた方が良くない？デッドバイデイライトちゃうんかこのゲーム。大丈夫か。デッドバイデイライト。探されてる気がする。ハロー。足止まった？動いてる？大丈夫？もう帰るか。今日取れたかある？今日もう取れたかある？大丈夫？今日も取れたか？取れた？帰っていい？帰った方がいいか俺。取れたかもある？大丈夫？十分取れたかある？あ、待って、卵。テスト配信にしては、どれだけあった。さっき130人ついてなかった。じゃあ反対歩くわ。反対歩く。多分バレてない。結構なんかこうやる気なさげに歩いてたから。大丈夫。大丈夫。多分こっち側に走れば。でも駅でばったり会うんじゃないのこれ。ちょっとこれ駅でばったり会うんじゃね。大丈夫かな。駅で会いそう。大丈夫。駅行くか。ちょっと隣の駅にしよう。遠いそれは。マジで遠い。ちょっとまず駅の方に行こう。駅の方行くわ。いや、ポケモン GO 楽しいな。ポケモン GO 楽しくね。みんなポケモン GO やろう。ポケモン GO、結構、緊張感があるゲームだ。バスの時間、ちょっと探さないと。
プリンキMacBook Air が MacBook Air のおかげで今のこれがあるんだなって思うね。あ、はい、はい、あ、ちょっと。スプニキが倒してきて、僕も帰りますって言ってこっち側来たんだけど、いや、なんかここ来たら、今駅の前に来たんだけど、ここ来たら来ると思いましたって言って、ちょっと焦って MacBook をちょっと閉じちゃった。ここにいたら、ここに集まってくると思ったんですって。ちょっといけねえわ。ここにいると思ったんですって。言われて。危なかった。ちょっと閉じちゃった、焦って。ちょっとこれ、ちょっとどっかで。時間潰さないとダメだ。どっかで時間潰すわ。あ、待って、イーブいる。ちょっとイーブ取ろう。イーブを取ろう。帰らなきゃだいぶ遠いよ。熱っ。じゃあ駅前はいるんだって。駅前の信号のところにいた。どうしよう。終わるタイミングわかんねえんだけど、もう終わっていいか。バッテリーがもうね、残り 4% しかない。そろそろバッテリー切れるわ。もうバッテリーがない。伊藤洋子どうまで行く。あ、大丈夫です。だったらコンビニの方が近いよ。そうね、コンビニの方が、そう、遠いですもんね。こっちの方がちょっと、っ絶対近い。ありがとうございます。独り言ピックアップされる。独り言ピックアップしてくる。やばい。大船が。こんなところ。
ちょっともう駅の方まで来ちゃってるわ。東京行く。いや、なんかそういう襲ってくる感じじゃない、襲いますって感じじゃなくて、本当になんか親友できましたって感じ、親友なの、親友じゃないですかって感じ、なんかこう憎む感じじゃなくて、どこ行ったんですかって感じ、親友ですみたいな感じだわ。ポケモン GO やろう、ポケモン GO やろう。今何人見てんの？Time. I will go back to home.夜に出歩くとダメだね。良くないことがない。でも今日の一番面白かったのは、スプーンの写真の下りは面白かった。写真撮らせてください。え、僕の写真？って。いや、違います。スプーンの写真です。あの下りは個人的にすごい好きなんだよ。スプーンの写真。あと 1% しかないな。本当にもうダメだ、もう切れるわ。お疲れ様です。ポケモン GO 配信、お楽しみいただきありがとうございました。まあね、今日は、この辺で終わりたいな、と思います。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。またね、やりたいな、と思いますから、その時はぜひとも、よろしくお願いします。はい、以上、しょぼすけでした。あ、いや、そうです。さっきは、はい、